うん、まあでも弟が一番なナンバーワンだよな。ん？あ、弟？ちょっと今日はもうマスクしてるんで顔はある程度見えちゃってもいいかなっていう感じという覚悟らしいので大丈夫。まあイケメンだしね。姉がコスプレしてるのどう思いますか？まあもう見慣れちゃいましたよね。最初の頃は何やってんだかなって思ったりしてましたけど。いや私一応ミスコンとか出てるからね。そう、まあまあ昔な若い頃はイケイケだったんだ、うん、こういう人なんだなっていう感じで。なんとも自由にやってるなって自由に生きてます。はい、よろしくお願いします。え、なんでケンピはサンタの格好をさせられているされてるんですか？サービスだよ、サービスショットだよ。当たり前だろ、みんなによ日頃の感謝でよ してんだよ、嬉しいだろね。してよ、お前イケメンやからちょっと映りたいんやろ。イケメンではないですよ。たまに姉に似てるとは言えますけどね。そういや大丈夫、あの私は分かって、こいつはちょっと見せたいんだ、イケメンと分かってるタイプだ。山田孝之見て、おお、何歳頃の山田孝之ですかね。ちなみに私はみんなに松坂桃李が弟にっていう風に。そんなことはないですかね。松坂桃李よりも顔もでっかいし背もちっちゃいですよ。いや一応そう、私の中で、いや松坂桃李がお前に似てるのだよ。おお、年上なのに。東大の彼女とは付き合ってますよ。付き合ってるけど、ね、今日はさっきも説明したんですけど、今日はちょっとジャニーズのライブに行っちゃってて、私は一人という感じですかね。そういうことです。僕は謎解きあんましてないですかね。そうですね、はい、そんな感じで、まあ、弟くんの紹介が終わったところでちょっともろもろやっていこうと思います。よろしくお願いします。え、妹は間宮祥太郎って言ってた。妹はそう言ってたっけ。ごめん、にあのさ、すごい正直なこと言うんですけど、ごめんね、私さあんま弟以外の異性に興味がなくて、ちょごめん、なんて言えばいい、ブラコンなんですよ。だから全然ごめん、ちょっとその俳優ですか、それは名前覚えられなくてね。うん、まあでも弟が一番なナンバーワンだよな。いや、どうなんですかね。ノーコメントですね。ありがとうございます。ではやっていこうと思います。よろしくお願いします。あれも飲んでますか？私ほろ酔い、ほろ酔い1巻の途中なので、で2分の1巻飲みましたね。全然飲んでないですね。今日は一応おごってかわいそうに彼女に振られてね、ここにいるということの、振られたというか、クリスマスはコンサートがいいと言われて、はい、イブですね。明日は一緒にデートするんですよ。あ、そうなの。明日は明日も来ていいよ。いや、明日は彼女とデートするんで。私さ、チロちゃんにも振られたんだよな、そう言って。悲しい、もう誰もケンピの相手をしてくれません。はい、明日本番、本当に明日本番、頑張れよ、頑張れ。見たけど今日からだもんね。そうなんですよ、今日からなんですよね。厄介ですよね。24、25、26でやってくるっていうのがね、ちょっと僕のメンタルやれますよね。なんだよね、私の配信です。あなたはポンズを持って、いやもう今日はもう酔ってるんで言いたいこと言いたいんですよ。ごめんなさい、ね、ポンズ。実は彼女にね、自分よりもまあ、違うアイドルのコンサートをね優先されて、ちょっと病んでるんです。すいませんね、そんなに病んでないですね。はい、弟くんね、かわいそうに、ということでやっていこうと思います。